トヨタ NR エンジンおよびダイハツ NR 型エンジンは自動車用水冷直列4気筒ガソリンエンジンのトヨタ系列名である。トヨタ自動車およびダイハツ工業、富士重工業、プロテアの C セグメントクラス以下向けのエンジンの一つ。トヨタ自動車の既存の C セグメントクラス以下向けの NZ 型同様、シリンダーヘッドからシリンダーブロックにかけて、 アルミダイキャストが用いられており、NZ 型に対して若干の軽量化が図られている。また、可変バルブ機構のデュアル VVTI 及び v v t i を採用する同社性エンジンの中では最小クラスとなる。NZ 型及びダイハツの K3 型を含む精霊子系列の後継となるエンジンであり、従来の精霊子型の基本設計を踏襲しているが、 先述の通りデュアル VVTI の採用やアルミダイキャストの採用などによる高性能、軽量化など基本性能がある程度改善されている。精霊種型に続いて設計はダイハツが担当した。生産は当初、ダイハツに委託していたが、2014年以降よりごく一部のエンジンに限り、トヨタでも生産されるようになり、事実上の内製化を果たすこととなった。 なお、デュアル VVTI などは、新興国、途上国向けエンジンでは搭載していない場合もあり、関連してヘッド周りの仕様も異なる。トヨタダイハツ、出力、主な搭載車種、トヨタ社以外での搭載車種、NRK で最初に発表されたエンジン。2008年11月、欧州向けオーリスに、初めて、ストップ&、スタート、アイドリングストップシステムと組み合わせて搭載された。 欧州では1.33リットルと変則的な表記がなされ、従来の 4WZFE1.4 リットルエンジンに代わって搭載されている。日本では2009年8月20日発表の IQ1.3 リットル車で初めて導入された。出力、主な搭載車種 1NRFE のフレックス、燃料版。出力、主な搭載車種、トヨタ車以外での搭載車主導車の既存の ハイブリッドカーに用いられているミラーサイクルをはじめクールド EGR、VVTA などの技術を採用したことでさらなる燃費改善と損失低減を追求することで熱効率を高めている。なお、2018年6月現在の時点においてこのエンジンは後述する1.5リットル版の 2NR フックと異なり日本国内市場専用のエンジンとなっている。 最大熱効率は38%となっている。出力、主な搭載車種厳密には、トヨタ名義ではなく、ダイハツ名義のエンジンであるため、形式名の単語の記号が、トヨタ式ではなく、ダイハツ式の表記になっている。搭載するトヨタ車も、1NRFE や後述する 2NRFE と異なり、ダイハツからの OEM 供給車種。 もしくは主な開発作業と生産を大発に委託した車種、プロドゥアのごく一部の車種などに限られている。出力、主な搭載車種をもにアジア市場向けの車種に採用されており、搭載車種の中には国内で販売されている車種もあるが、日本仕様には 2NRFE の設定は存在しない。トヨタ発のインド市場専用車、エティオスで初搭載。 新型エンジンを途上国、新興国向けの戦略車種で先行搭載というのは極めて異例。ただし、価格を抑えるためにデュアル VVTI は省かれており、出力等も最近の一般的なものと比較すると控えめとなっている。一方でヘッド一体型液ーストマニホールドといった VVT 仕様にはない要素も取り入れられている。また、 VVT 仕様のバルブ駆動はローラーロッカーアームであるが VVT レス仕様では自家動式となる。この点から次期 API エレサック規格におけるバルブトレーン摩耗試験のエンジンとして採用される予定となっている。デュアル VVTI 仕様としては後述のダイハツ形式となる2 n r b がアバンザに初搭載されたのを皮切りにデュアル VVTI 仕様の 2NR-FE が 採用されるようになった。出力、主な搭載車種に NRFE のフレックス、燃料板。出力、主な搭載車種、トヨタ車以外での搭載車種型の属に WD 車の CVT 仕様のみ、戦術の 1NR フック型同様、同社のハイブリッドカーに用いられている、ミラーサイクルを、はじめ、クールド EGR、VVTA などの技術を採用したことで、 さらなる燃費改善と損失低減を追求することで、熱効率を高めている。なお、日本市場向けとしては事実上、初めて導入される 2NR 型軽エンジンとなるが、エンジンの最高出力、及び最大トルクの数値は既存の日本市場向け版の 1NZFE 型とほぼ同じ数値である。日本では2015年3月30日発表の2代目一時、 改良型カローラークショおよび三代目一時改良型カローラフィールダーの、各1.5リットル車の 2WDCVT 仕様で、初めて導入された。出力、主な搭載車種先日の1 n r ベイ同様、厳密には、トヨタ名義ではなく、ダイハツ名義のエンジンであるため、形式名の単語の記号が、トヨタ式ではなく、ダイハツ式の表記になっている。こちらも、 ダイハツからの OEM 供給車種、もしくは主な開発作業と生産をダイハツに委託した車種に限られている。2NR としては、最初のデュアル VVT-i エンジンとなり、これ以降は 2NRFE にもデュアル VVT-i が設定されていくこととなる。出力、主な搭載車種、エティオスのハッチバック版であるエティオスリーバーで、初搭載。こちらもエティオス用の 2NRFE 同様に、 価格を抑えるために、可変バルブタイミング機構は省かれており、出力等も最近の一般的なものと比較すると、控えめとなっている。その後、ヤリス向けでは、可変バルブタイミング機構が追加されている。出力、主な搭載車種先日の 1NRV 同様、厳密には、トヨタ名義ではなく、ダイハツ名義のエンジンであるため、形式名の単語の記号が、トヨタ式ではなく、 ダイハツ式の表記になっている。こちらも、ダイハツからの OEM 供給車種、もしくは主な開発作業と生産をダイハツに委託した車種に限られている。出力、主な搭載車種スペック上、1NRFE と同じであるが、中国生産品のため形式が区別されている。出力、主な搭載車種スペック上、2NRFE と同じであるが、 中国生産品のため形式が区別されている。出力、主な搭載車種スペック上、1NRFE と同じであるが、中国生産品のため形式が区別されている。出力、主な搭載車種スペック上、2NRFE と同じであるが、中国生産品のため形式が区別されている。カローラスポーツの 8NR 回転 ES エンジン、出力、主な搭載車種、 トヨタブランドとしては、初となる、本格的なダウンサイジングコンセプトを用いた、直噴ターボエンジン。1500から 4000rpm の幅広い回転数で、最大トルクを発生させるほか、液ーストマニホールドを、シリンダーヘッドを一体化させ、吸気側に、可変角を拡大した、VVTE は、燃料噴射システム d 4T などを採用した、ほか、 アイドリングストップ機能も装備したことで低燃費を実現している。日本では2015年4月6日発表の2代目後期型オーリスで初めて導入された。エンジンのメカニズムとしては2014年7月29日に発売のレクサス NX に先行して搭載されたダウンサイジングコンセプトエンジンである 8AR 回 TS と類似する部分が多いが小排気であり、 ボア系が小さい関係から燃料が壁面へ当たる、前に空気と混合する強い誘導が求められ、それを作り出す、ポート形状の設計自由度及び搭載性を考慮し、8AR 回転 S と異なりポート噴射のない直噴のみの仕様となっている。1.2リットルの NR エンジンとしては3、NRFE が存在するが、ボアストロークが異なる。 仕様としては 1NRFE をベースとしており、1NRFE 比でボアを1ト、mm、ル縮小、ストロークを6ト、mm、ル縮小することで1.2リットルとしている。また、NR 型は後方吸気、前方排気であるが 8NR 回 TS は前方吸気、後方排気となっている。ダイハツの場合は、デュアル DVVT と表記、トヨタをウアス2、 オファーニュー1.33リットルデュアル VVT アイウィズストップスタートグリーンカーコングレス2009年7月21日閲覧トヨタをウわスゲッツニュートヨタ 1NRFE 1.33リットルデュアル VVT アイエンジン UK ラインアップ PAULTAN.org 2009年7月21日閲覧 SN GF-5 までにおけるバルブトレーン摩耗試験シーキンシーバは、修道面が滑り摩耗となるスリッパー式のロッカーアームのエンジンであり、メカニズムが異なる転がり摩擦が主体のローラーロッカーアームエンジンを後継とすることは問題があるため、 sp e c i f i c a t i o n s v i o s ダッシュ to y o t a m o t o r t h a i l a n t www.yota.co. スハットヤリス。フィシャテクニーカ www.toyotaimpreensa.com t, r, what, to, y, u, t, o, t, h, e, t, i, o, x, l. i b i s i t e w w w t o y o t a b h a r t c o m h a t s p e c i f i c a t i o n d a s h y a r i s t o y o t a m o t o r t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  h a a a i l n w w o o y c o ありがとうございます。